この1週間の各球団のチーム勝敗数がこちら。セリーグ、パリーグ、阪神の打撃陣の調子が良かったのかどうなんだろうな。落合が中日の負けは続かないって言ってたけど打線は気になるよな。巨人は大城をマジでスタメンにしろ、意味わからん采配でストレスくそたまりそう。なんかセリーグは今年わからんな。阪神がこのまま調子を上げていったらもう阪神で決定だろうけど、西武マジでどうしたんだろ。観客もめっちゃ減ってるしさ、開幕当初のワクワク感はどこ行ったんだ。外崎と源太もそこまで調子良くない、仕事に戻った感あるんだよね。ハムが不気味だね。ロッテ戦はまあうまくいった感あるけど、怪我人戻ってきたらいよいよ A クラス入りできるメンツでも不思議じゃないんだよね。ソフトバンクが圧倒的かと思ったけど、オスナがあんまだし、まだ隙はありそう。楽天意外と勝ってるのなんなん。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。